県教育委員会はきょうの会見で現在進められている県立高校の適正化について検討から実施に至るまでのプロセスを検証する委員会を立ち上げると発表しました県立高校再編を含む学校適正化は2018年に実施計画が策定され来年度に完了する予定で進められています 県教育委員会には推進方針が示されてから実施計画に移すまでの期間が短かったなどの意見が寄せられたといい県民の理解を得るためにも検証を行うことにしたということです具体的には外部の有識者4人からなる検証委員会を立ち上げ今月中旬に第1回委員会を実施意見は次回の適正化の際に生かしたいとしています また先月県立学校で発生した新型コロナのクラスターについて調査結果を明らかにしましたそれによりますと最初に感染した部員は家庭内感染でそれが更衣室で他の部員に広がったと推定されるということです県教育委員会では今日付で更衣室でのマスク着用や人数制限など実施できていなかった感染対策を すべての県立学校に通知しており感染対策の参考にしてほしいとしています